ロの時に追った時の雰囲気と少しなんか思い出してしまって重なった部分があったんで、試合中ではありましたけど、なんか自分の中でグッてくるものがありましたね。なるほど、そうやったんですね。あのチームメイトとか松並監督からは何か言われましたか？いや、まあ特には言われてないですけど、まあ、ナイスゴールっていうことぐらいですかね。そうなんですね。なんかその松並さんなんですけど、就任してからリーグも16試合先発で出て、で、まあ、あの天皇杯もルヴァンカップも、そしてマイシールド厳しい戦いもありましたけども、すごく信頼されて起用されてますけども、あの今シーズンはどのように感じてらっしゃいますか？そうですね、僕自身ユースの時の監督ですし、本当にこう選手のことをすごい気遣われる方ですし、何としてもこうね、松さんの監督の凄さっていうのをサポーターの皆さんに分かってもらえるためにも、こうやっぱなんとかこうタイトルを取って、こう松さんをこうねスポット松さんにスポットが当たるような、シーズンにしてやりたいって気持ちはすごい感じてたんですけど、まあ、本当にそのタイトルっていうのはこの前の天皇杯もそうですし、取れなかったっていうのはやっぱ申し訳なさもそうですし、悔しさが残るシーズンだったなと思います。なるほど、そっか。あの松並さんもこう俊也選手にこんなもんじゃないっていつも私たちも質問して、いつもこんなもんじゃないっていろいろ言ってくれるんですけど、あ、いつもはこうどんな声掛けがあるんですか？そうですね、まあ、今年に関しては本当に厳しく向き合ってもらいましたし、僕自身は、まあ、本当にパフォーマンスがこう向上しない中でずっと厳しい言葉をかけてもらいながら、自分自身と向き合う時間がこう ACL 終わるまではずっと自分自身と向き合う時間が長かったですけど、まあ、最近になってようやくパフォーマンスも少しずつ戻ってきて、こういう言葉もかけてもらえるようになってっていう感じですかね。本当に、あの厳しい時はどんな言葉があったんですか？練習の時からこうやらなあかんのちゃうかってことをこう劇を入れてもらったりとかいう時は何回もあったん で、ほんまにこう練習一回一回の練習が大事なんやってことは、もう一回初心を思い出させてもらえたっていうか、こうなあなあとなあなあじゃないですけど、こう、毎日の練習を怠るなっていうことで毎回いつも発砲をかけてもらってました。あのユース時代と比べてどうですか？でも本当に、まあ、元は本当に厳しい人ですけど、厳しいというか、まあ、練習に関しては厳しい人ですけど、もう本当に何ていうんですかね、松さんの人柄を知ってるんで、この人についていこうっていうのはみんな思ってたと思いますし、まあ、どうにかこう結果でね、本当に、まあ、そこだけが一つちょっと悔いが残るかなって、今シーズンもやっぱり松さんがあの状況で引き頑張るために引き受けたんで、松さんにスポットが当たる日が、まあ、自分自身夢見てましたけど、その日がなかったっていうか少なかったかなっていうのは後悔してますね。でもやっぱり頑張り戻ってきてのシーズン考えると、今年っていうのは俊也選手にとって大きな1年ですか？そうですね、まあ、1年通して、まあ、試合も、ね、最後の方になって出れるようになりましたけど、点も出れて実際振り返ると良かったのかなと思うシーズンでしたけど、まあ、自分自身本当に一番もがいた1年だったんで、まあ、立ち上げの時からもそうですし、なかなかこう試合に絡めない、コンディションが上がらないっていうところですごいもがいてもがいた1年だったんで、まあ、苦しかったですけど、最後、こうやって少しずつ力を発揮する場面をもらって、試合出れる機会をもらってるんで、もっといい形で頑張り貢献したいなと思います。